県立明石公園の樹木伐採問題を受け設置された検討会が自然環境を守るための提言書をまとめ斉藤知事に手渡しました斉藤元彦知事に提言書を手渡したのは県立都市公園の在り方検討会の赤澤弘樹会長です 明石公園での樹木伐採をめぐり市民から反対意見が多く上がったほか全国では民間による公園の活性化が進んでいることからこうした可能性を探るため2022年に設置されました提言書には園内の樹木管理の方向性を定めたルールを作成することや公園の管理・運営について 誰ででも参加し議議論できるる協会を設置すすことなどが盛り込ままれています民間の方、事業者の方も、地域住民の方も、もちろん行政も、3者が一体となってやることで、おそらく、えー、みんなが楽しい、しかもおそらく次の世代の方にも引き継いでいけるような環境ができるんじゃないかなと思います闇の皆さん、子どもたちが、まあ、の日常で楽しんでいただけるような。 そんな公園にしていくということが大事ですので今回、大きな方針が決まったとっいうことはすごく大事なことだったかなと思っています県は検討会からの提言を踏まえて県立都市公園の整備管理運営に生かしていく方針です。